アンディラムはイスラエルの男子プロテニス選手、ウルグアイの首都モンテビデオに生まれる。ダブルスのスペシャリストとしてよく知られ、2008年、全豪オープン男子ダブルスで、同じイスラエルのジョナサン・エルリックとペアを組んで優勝した。混合ダブルスでも2006年ウィンブルドン選手権と2007年、全仏オープンで優勝があり、当地のテニス選手として、 最初の四大大会優勝者になった選手である。彼は普段からシングルスにはほとんど出場せず、エルリックとのダブルスのみに活動を絞っていた。ATP ツアーでシングルスの優勝はないが、ダブルスで2008年全豪オープンを含む19勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス187位、ダブルス5位。身長180センチメートル。 体重8 3ラム右利き、ウルグアイのモンテビデオに生まれる、ユダヤ系である、5歳からテニスを始め、1998年にプロ入り、2000年から男子テニス国別対抗戦でビスカップイスラエル代表選手になり、2001年後半からダブルスで、ジョナサン・エルリックとペアを組み始めた。2002年は背中や膝などの故障で、 年間4大会しか出場できなかったが、2003年から、ラムとエルリックのペアは、男子ツアーのダブルスで活躍が増え始める。二人はこの年に、年間3勝を挙げ、ウィンブルドン選手権男子ダブルスで、ヨナス・ビオルクマン、トットウッド・ブリッジ組との準決勝に進んだ。二人は2004年アテネ五輪の男子ダブルスにも、イスラエル代表選手として出場し、ドイツのニコラス・キーファー、 ライナー・シュットラー組との準々決勝まで進出した。その後2005年全米オープン男子ダブルスでベスト8、進出がある。2006年、ラムはエルリックとのダブルスで年間4勝を挙げ、ウィンブルドン選手権の混合ダブルスでベラ・ズボナレワと組んで初優勝を飾った。ラムとズボナレワは初めての決勝戦でボブ・ブライアン、ビーナス・ウィリアムズ組を6から3。 6から2で破り、ラムはイスラエル国籍のテニス選手として最初の4大大会優勝者に輝いた。同年11月、ラムとエルリックは世界ランキング上位8組のみに出場資格が与えられるテニスマスターズカップのダブルスにも初出場を果たす。2007年全仏オープン混合ダブルスでラムはでナダリードシーと組み、決勝でネナドジモニッチ。 カタリナスレボトニク組を7から5、6から3で破って優勝した。こうして、ラムは2つ目の4大大会混合ダブルスタイトルを獲得した。2007年8月、ラムはエルリックと共にユダヤ人スポーツ財団を設立した。9月20日から23日にデビスカップ2007ワールドグループプレーオフが行われ、イスラエルはチリを3勝2敗で破り、 世界最上位16カ国からなるワールドグループ昇格を決めた。デビスカップではイスラエルはヨーロッパアフリカゾーンに振り分けられ、ワールドグループ進出は1994年以来となる。2008年全豪オープン男子ダブルスでラムとエルリックは第8シードから決勝進出しのアルノー・クレマン、ミカエル・ロドラグミを7から5、7から6のストレートで破って初優勝した。 全豪オープン終了後2月8日から10日に行われたデビスカップ2008ワールドグループ1回戦でイスラエルはスウェーデンと対戦した。ラムとエルリックは第3試合のダブルス戦に勝ったが2勝2敗で迎えた最終第5試合のシングルス戦でイスラエル代表のハレル・レビがスウェーデン代表のヨナス・ビオルクマンに敗れたためイスラエルはスウェーデンに2勝3敗で敗れた。 9月のワールドグループ。プレーオフではペルーに4勝1敗で勝ち、ワールドグループ残留を決めた。北京五輪で2度目のオリンピックに出場したが1回戦で、フランスのアルノー・クレマン、ミカエル・ロドラグミに4から6、4から6で敗れた。デビスカップ2009ではイスラエルは1回戦で、スウェーデンを破り、準々決勝ではロシアに4勝1敗で、 勝利し史上初のベスト4に進出している。エルリックが右ヒーちの手術を受けてツアーから離脱したためラムはマックス・ミルヌイとペアを組み最終戦の ATP ワールドツアーファイナルで準優勝している。2012年7月のロンドン五輪で3度目のオリンピックに出場した。2回戦では前回金メダルを獲得したスイスのロジャー・フェデラー。 スタニスラスはウリンカ組に1から6、7から6、6から3で勝利し、ベスト8に進出した。準々決勝では、アメリカのブライアン兄弟に6の7、6から7で敗れた。9月のデビスカップ2012ワールドグループのプレイオフでは、日本と対戦しイスラエルは3勝2敗で勝利し3年ぶりのワールドグループ復帰を果たした。ラムは、普段からシングルスにはほとんど出場せず、 4大大会の男子シングルスは2004年ウィンブルドン選手権の一度しか出場歴がない。その1回戦ではアンドレパベルに敗れている。ATP ツアーでのシングルス通算成績はわずか4勝13敗である。ラムは2014年9月のデビスカップ2014プレイオフを最後に34歳で現役を引退した。ありがとうございます。